ランジャタイのポンポコ TV。 おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。ランジャタイのポンポコポンポコチャンネル、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回はなんと大スターニューヨークさんが来てくれました。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。大好きだもんね俺ら。でも大好きです。いやでも俺らも大好きです。そのくすぶり続けてる時は大好きです。そうあなたたちが本当ですか。嬉しいっすわ。そんな嬉しい。だってだって本当にあれだよね、その第二の大スター、うん、ダウンタウンじゃなかった、うん、本当にむちゃくちゃ噂回ってきてるの。ああ、くすぶりっていうかネクストブレイクぐらいの時ですか。ネクストブレイクの時に、でも次のダウンタウンは次のダウンタウンだと思うんだもん。そんな感じ、わかんないですね。我々のライブシーンまで届いてたんだよ。そうそうそう、ニューヨークってやつらが出てきて、おそらくだけど第二のダウンタウンになる。それはだいぶ盛られてますわ。でもお会いしたのなんていつっすか、ランジャタイさん。確かに最初に K プロとかっすか。 K プロとか誰かの主催で会ってるとかかな。それはあると思います。下北あたりで。ああそうね、下北とか下北とかかな。あ、多分そうだと思う。一、はい、回だからネタを見た時に、うん、なんかね AV 大学生が、ああ、コントですね。はいはい、のめちゃくちゃ面白くて、それが。ああ、ありがとうございます。そうそうそう、嬉しい。うわおもろみたいな。この面白いよ、本当に。すごいなみたいな喋ってて。それがずっと続いてる、多分。ああ、うん、大宮で、はい、あれ覚えてますか、なんかなんだっけ、なんとか VS なんとかみたいな。レジェンド対 NSC 首席芸人。はいはいはい、そう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 、覚えてる。え、それ大宮でしたっけ。大宮、大宮。無限大ドームじゃなくて、あ、無限大ドーム2かな、あれ。ドーム2で令和ロマンとかでやったの覚えてます。そうですそうです、はい。大宮でもなんかランジャタイさんと一緒になった気がするな。多分なってたろう。ありましたね、あった気します。な、割と最近ですよね。あれそう、あれ割と最近。あの頃はだからそのニューヨークがその押されてすごいトップにいたんでしょ、多分。うん、だけどなんかちょっと落ち目ぐらいのなんか、うん、それがドームな時の気すんな。多分それがドーム、はい、なんかやさぐれてたんで。そう、むちゃくちゃ2人ともやさぐれてて。え、マジっすか。あ、マジっすか。うん、1回なんかそれで NSC 制度 レジェンド枠で、うん、なぜかこっち側で出てたじゃん、うんうん、こっちはなんか誰だっけ、俺らとモグライダーと モグライダーとかニューヨーク、そうそう、他事務所芸人なのに、うん、ニューヨークがなぜかこっち側について。 それ大宮の時ですかね。あ、なんかあったような気する。なんでニューヨークこっちなんみたいな、なんかあったような気するな。あれはね、多分もう無限でドームドームですか、うん、あで僕らが戦って、それこそ NSC 生だからお手柔らかにみたいなやって、うん、ニューヨークがマジマジバッチバチのネタで、うん、NSC 生と戦って、うん、で、NSC 生に負けたの。他は全部勝った。他は全部ニューヨークだけ負けたのよ、確かに。あー、そうだったかな。ドームっすね。ドームあったような気しますわ。あったような気します。で、結果発表ってなって、結果発表ってなって、うん、チーム戦だったから、そうそう俺たちレジェンド側が立って、その時2人が一番前に出て、負け、2人が負けた NSC 生に、うん、嶋佐が中指立てて、中指おたてになって、おたてになって、舌突き出して、むちゃくちゃな動きして、回転して、回転して、とにかく。回転して、今立てれないけど、この、あ屋敷もむちゃくちゃ煽ってて、俺ら負けたのにチームとしては勝った。なるほど。それ見た時こいつは絶対に売れると思った。そんなやつら未来のダウンタウンになれるから。絶対に売れるって言うんだよ。こいつらはすごい。人たちはもう、思い出してきました、なんか、はい、すごかったな。すごかった。めっちゃ回転してた。だってなんか見たことない動きじゃない、人の動きじゃないみたいな。どうしてそこまでできるっていう。そこをめっちゃ近づけて。ああ、なるほど。大宮とこっちゃなってますわ、俺が。マジで。ドーム2でありました。あったでしょ、はい、なんかすごい恥をかいた気がする。ほかほかの時の子に対して負け、しかも負けて。あったような気がする。めちゃくちゃ長い、めちゃくちゃ恥かかされてるよ。で、客がドン引きしてんだよ、それ見て。俺らも、俺らもめちゃくちゃ腹が痛いで笑って。絶対売れる。よくないですね、でもその笑っとんの含めて最悪の先輩。そんなボケして他の先輩がうわーって笑って。いやマジで、なんていうか芸人人生やってきて、はい、ネジ何個か外れてるやつを見たことあるのよ。ザコ師匠もそうだったしね。長野さんとかもそうで、あでマジでそのニューヨーク見た時にその分類の奴らだったのよ。吉本なのにこんなのいるんだと思って。マジそう、あ、こいつらは必ず何かで売れると思ってて。へー、嬉
しいな。でその後すぐぐらい、ね、その後すぐマジで多分そうやと思います。決勝行く直前やった気しますわ。そんなそうよね。はぁ、ね、時期的にそうだと思いますね。嬉しいな。だ変わってないのよ。だからその最初から見た時からそうそうずっとスターなのよ、2人が。スターじゃないですよ、ね、ずっと面白いのよ、マジで。すごいよ。ずっと分かんない、ツボかも分かんないけど。あずっと笑っちゃうの、なんか。ああ。なんだろうね。確かにな。いやでも俺はもうランジャタイさんの漫才みたいなんが一番なんか、うん、ほんまはやりたいというか、なんか最高です。本当に、うん、あれはできないですね僕のは。なんだえ、それこそ2人は何だ NSC だったの。2人 NSC 僕らも、はい、俺らはバリバリだからランジェタイさんと一緒15期をね、はい、15期で入ってきて、うん、卒業。あ、でも卒業か。え、だって本当すごかったでしょ、その出たみたいな、うん、スター出たみたいな。いやいやいや、全然全然、俺らの時はもうスターゾロイやったんで。あ、そう、マテンロー、デニス、そうか、うん、そうか、おかず、うん、鬼越え、夏子がもう、はいはいはい、最初からすごかったですね、うん、あ、そうなんだ。僕ら卒業間際に来るんですよ。え、あ、そうなの。そうです、1月、年明けてからです。だから東西大抗とかも出れてないですし。そうかそうか。だからこれドーンと来たんだよ。早めに単独とかやってたでしょ、うん、あ、そうですね、そうですね、そうです、そうです。だからほんまに俺らも人気全然なかったんで、でなんか吉本で革命が起こったんですよ。あの、うん、お客さん票じゃなくて全部社員と作家さんが票を決めますってなって、若手ライブの、そっからもうほんまに革命みたいになって、うん、いろんなことが変わったんですよ、うん、で俺らが上位に入れてもらえるようになって、うん、でトップ決め、トップ3決めるみたいな大会で、うん、トップになれたりしてからなんか単独とかやれるようになっていった感じですね、はい、なるほどね、はい、そっからじゃあどん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 変わっていって、ちょっとずつ。そうですね。俺ら聞いた時はその無限大はオリラジさんのためにあるって一回聞いたね、はい、まあ、それでできた説ありますよね。できた説さんがデビューと昔はそうでした、はい、そうね。でまたもうちょっと経って無限大はニューヨークのためにあるって聞いた。いやためにはない。ああでもそんなでもそうか、俺らと夏子と、ラフレクランがトップやった時とかはもう俺らが売れんとっていう感じはありましたね、俺ら的にも、うん。でも一番長い間その無限大の歴史的にはその毎回その時期のトップあの何組みたいなのあるんですよ、うん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 、一番長い間そのトップのグループにおったとさせてもらったかもしれない。でもそうよ、ね、ずっと売れなかったので。ずっと売れなかった。あ、そう、はい、もうずっとなんかこう申し訳なかったですよ、その、うん、なんか、うん、なんかあんまりかっこ悪いトップやなと思いながらやってました。俺でも、しょうがなくねと思ってましたけど、何も連動してないですよ、意外と。トップになってもそれでテレビ呼んでくれないし、な、まあ、意外と連動してないですよ。え、きっかけは何その、うん、ドーンっていく。ドーンはだから M1 絶対そうよね。そうか、 M1 か。でも本当ネタ見せ番組とかはちょくちょく呼んでもらってましたけど、あの本当に若手のネタ番組とか呼んでもらいました。それ以上はなかったです。 M1 ドリームでドーンといって一撃で決めたもん。一撃か。いやいや一撃ってことじゃないですけど、 M1 からのキングオブコントとか、まあ、こう連チャンが、まあ、まあそっか、大事な。僕らそうですね、やったですね、俺ら的には。キングオブコントの準優勝で一気に変わった気がします。はい。でも確かにランジャタイさんはネタはあれですか、もうコントもやるんですか。コントやれないのだから、そのむちゃくちゃ一回キングオブコント出て滑って、そうね、金玉サッカーってやつやったんですよ。そうそう、金玉蹴って、自分の金玉蹴ってサッカーだって2人でめっちゃでっかい金玉をして、でマジで滑るだろうな、それ。それはキングオブコント滑りそうな感じするな。そうそうそう、受けると思って行ったらむちゃくちゃ滑って、その勢いのままハケていったら、そうそう、15秒くらい、持ち時間2分だけど行ったわ、マジで。マジでそう、うわーって出たわ。それめっちゃおもろいっすよ。15秒くらいしかやった。あ、それめっちゃおもろいじゃないですか。登場はそのあっちから出番で、うわーって自分の筋トレって、もうダメだと思って、受けないからもうそのまま吐けてしたら、ねえねえねえってまた前の米めっ
っちゃ焦りますよ、終わったもう終わったあ、それめっちゃ記憶に残るな。そう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 、はい、コントはもうやめようみたいな、そっから話して、ね、うん、あできてないのよ。なるほど。え、ニューヨークそうか、2つともできるもんね、コントも。俺らはそうっすね、どっちもやってますね。え、なんかさっき俺らのチャンネルまだ全然滑ってたみたいなの言ってたじゃないですか、うん、俺らはなんかもうランジャタイさんとライブ一緒になる時はもうバカウケしてるイメージなんですよ、うん、ランジャタイさん。え、どうだろうね、多分俺らとやる時は多分結構場が整っとるというか、ああそうかそうか、お笑い好きがちゃんと集まるライブが多かったと思うんですけど、全然あったあった、滑りまくるみたいな、うん、へえ、お客ゼロ人とかもあるし、あら、あそれはすごいっすね、すごい。ああ、で無料ライブとかだからマジであの競馬実況聞くおっさん一人しかいなくて、ああ、俺らがネタやってたらもう、いやーみたいな、ああ劣悪やな。そう、え、営業みたいなんとかはあったんですか、この4年5年ぐらい。あったけど、それもものすごい滑るし、ファンの結婚式呼んでもらって、あーあー、なるほど、その新郎新婦はめっちゃランジャタイさんのとこ好きやけどみたいな、そうそうそう、大好きで行ってむちゃくちゃ滑ってみたいな。え、そういう時って僕らのこと知ってる人とかなんかベタなつかみとかやるんですか、ランジャタイさん。いや、もうね、もうそのまま始めて、あ、ダメだ、それはダメだ、分からんのよ、それ。すぐネタやって、すぐネタやってあーとかその方がダメージ低いかもしれない確かに、逆にそう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 、丁寧にやって滑る方がね、確かにね、めっちゃ滑ってみたいな。あー、で、もうラッチ開かないからもう一本やっていいですかみたいな。ああ、すごい、みたいな、みんなおもろ、それおもろ、もう早く帰ってほしすぎてもう受けない、見たことないですよ、無理ですって、そうやったらやっていいですかって、大概、ありがとうございます、来ます見たことねえよ、そんなの無理でしょ、そっから取り返すの絶対にそんな喜ばれない、もう一個やっていいですか、やったら、それでもやってみたいな。え、ネタはどうするんですか、二人で喋りながらやってるんですか。ネタは俺が考えて動画撮ってえ、どういうことですか。こういう iPhone 置いて、はい、なんかネタ撮って。撮るってなんすか。撮る撮る、自分で撮るのよ、その。え、こういう、え、漫才をやるんですか、一人。漫才うわーって一人なんかやって、振りとかもやるんですか、こういうのあれでしょとかいう。やるやる、全部一人でやって。一人二役どうですか。あ、そのこっちは開けてる、こっちはいない、俺がいる想定で、想定でなんかうわーってやってすげえ。で、完成したのを、あ、まあこれでいいやってなったのを、その袖でこれやってて出てくる。あ、で見せるんですか。いや、俺動画見たことない、うん、だからそのいきなりやられるというか。あ、そういうこと か、 なんかリアクションに近いかもしれない。そうそうそう、あ、じゃあ自分のために動画撮ってるってことですか。ボケというかをなんとなく。すごいね、それ。そうそうそう、面白くて、それがなんかずっとハマってて、自分で。はあ、じゃあ意外とどういうのがこう面白いかを客観的に見たいから撮ってるってことですか。あ、なんだろうね、あのね、そのガソリンスタンドで働いてて、はい、で、部屋がむちゃくちゃ4畳半の個室で、はい、ボタン押してお客さんが誰も来ないのよ、はいはいはい、それに9時間いないといけなくて、はあはあはあ、で、マジでやることなくてで、本当にこれ誰しもがそうなるんだけど、うん、物とかに喋り出すのよ。あ、それの延長線上ずっとやってたらもうラッチ開かなくておかしくなってくるから、一回自分で撮って、あ、そう、で、それ見て笑ってみたいなのを、8年9年ぐらい続けて。はい、あ、じゃあそれって国崎さん以外誰も見たことないんですか、その動画って。ないと思う。わあ、面白い。すごいね。じゃあ山ほどあるんですか。山ほどある。はい、落としたらやばいっすね、ここ。なんだこの気持ち悪いみたいな。なんだこいつ。わけわからないですけど、多分こいつ死んでるんだろう。多分こいつは誰かに殺されたか、誰か殺して自殺したか。でもびっくりして、テレビ見て、ああこいつだ、隣に変なやつもいる。すごいっすね、誰もやってないネタ合わせの仕方してるじゃないですか。かもしんないね、それはずっとやってた、ね、え、じゃあ練習マンもしないんですか、伊藤さん、うん、いや、ね、しない、そんなに、うん、まあ一時期はしてたけども、うんうん、それってどのタイミングでっていうか、最初やっぱ、ごめんなさい、逆にあればっかりで、伊藤さんがやっぱ最初松本人志確かにできたわけじゃないですか、最初。だから2人で、まあ、全然思っとった、見られたじゃん。どうスライドしてたんですか、なんかバチッとしたきっかけがあった。ボケツッコミを変えながらやろうって言って、確か、うん、で、俺がボケだったの、初め俺ボケていいみたいな、
でこの人ツッコミでみたいな松本一人だけどもうツッコミがないから1回目は俺ボケた最初のターン先行後攻みたいなもんですよ、ね、そうあ今日はじゃあいいよボケてっていう、うん、でそれがなんかしっくりきてそのまま流れていや塗るなんか C 弱っ違うなんかあんな NSC でいや松本一人聞こえます伊藤さんの中で何かあったんじゃないやっぱこいつやばいみたいなあったんじゃない国崎さんだから徐々にこう我に返っていくというか伊藤さんもそう伊藤さんはいつシラフになったんですかその、ま、松本さんにもう勝てると思ってた様子おかしい時代からなんだろうでも正直最初にそのボケ見た時に、うん、あなんかもうこっちでいいなって思っちゃってああ、うん、挫折ってほどじゃなかったんですかこいつには勝てないみたいな感じでもなかったんですか新しかったからそのまっちゃん、まあ、松本さんの方もないもんな、うん、いるから俺がねその時同じだってあ松本さんじゃなさすぎてそうそうそうあこれはありなのかな、まあ、こっちをやった方がいいっていうはあなるほどえ今はどう思ってるんですか自分のこといや今もちょっとまっちゃんだと思ってえ今もたまに勝つ時ありますテレビから見てて全然あるやってほしいなそうだなんかやったらいいじゃないですか YouTube とかで松本さんと対決のやつなんかテレビによる松本さんあそうできるんかちょっとやってほしいないやワイドなショーとかもできるよコメントとかいや全然やる負ける時ももちろんありますもんねそれもあるよそれあ負ける時もだから1時間ワイドのショー見て何回勝ったか数えといてほしいなワイドのショーの勝ち負けってワイドのショーで決めるのでもあるやんあこれ松本さん絶対もらうこと言うっていう時にさっき思いつく時があるんですもんねそうそうそうああそれすごいですね毎回なんか毎回何勝何敗かつぶやいてほしいないや聞いたなってそんなやらない方がいいっすってめっちゃおもろいっすけどああじゃあやっぱ伊藤さんもやっぱ根っこはあんま変わってないんです変わってないの、うん、でもイートの最終回でなんか決別はしたみたいなどういうことですかねあのさよなら伝説のさよならまっちゃんみたいなのなんかああどういうことですかなんでですかなんか大なんか全部の最後に見えたらしくてそうねなんか一回あ全部ここで終わったんだないつまでも松本さんとこう争っとる場合じゃないって勝手に思ったんですか全部ピークがここであもう完成したんだと思ってもうお笑いはお笑いがあなるほどああ確かになんかちょっとわかりますねあの光景はああわかりますその漫画でいう第一部カンカンがねありましたもんねあっから結構離れたねだから、うんうんうん、いろんなビジュアルアルバムとかやってたまっちゃんが最後いいと思ってはあそビジュアルアルバムねビジュアルアルバムとかで栗谷さんも不思議っすね別にだからだ負けたとか勝ったとかも特に思わずやってる感じです、ね、別になかった全然はいそれこそあれね2人はなかったのさ尖り切った時代みたいないやでもあるでしょ絶対絶対あるでしょ天下取るって思ってた人だってだから今も思ってるいやだね飛んでるからねいや俺らは天下取るとかあんま思ってないかも思ってなかったのそう全然その同期とかに対してもお前面白くねえなとか思ったこともないですしなるほどね、はあ、みんな面白いしその自分らより面白くないのになんで結果上やねんとかはありましたよ、うんうんうん、そのライブとかで、うんうんうん、ネタとかありましたけど、うん、だからずっとある意味変わってないですその丸くもなってないというかあその最初から別にそうっすね、はあ、そうかそうそうっすねうんそう見られがちですけど全然そんなことない、そんなことない先輩めっちゃおもろいなって常々思ってましたしやデビュー当時あでもいいねおもろネタとかめっちゃだからこう売れてないのにこんなおもろい人いっぱいいるんだって普通に思いましたもんやっぱデビュー当時衝撃受けた人あこれすげえなと思って衝撃え誰に憧れて入ったの確かによく考えたら僕はもうだから一緒っす一緒松本さん松本さんまっちゃんっすやっぱ同じだった一緒もう一緒松本まっちゃんじゃない今考えたそれ今だから12年目しやっぱ帰りましてまっちゃんの髪型にする前澤っすじゃんけん前澤社長っすいやビジュアルマンも大好きでしたしいや俺やっぱ一緒もう俺はそんなの俺だからはいえ栗崎さんはあれ学校行こう俺本当に学校行こうとかだと思う俺は M1 っすね、何が一番あれかっつったらあ、ミスさんとかそこらの職業として意識しだしたきっかけははぁ、はい、だからこの人に憧れてとかはあんまないかもしれないですねなるほどね、うん、その、栗崎さんは自分結構その奇才みたいに言われること多いと思うんですよ、うん、なんか天才っぽい感じ、うんうんうん、それってどう思うんですか、自分でいや、あんま思わないよ、何にもあ、何にも思わない
へえ。案外何にも思わなかった。ひょうひょうとはしてるね、うん、なんか、うん、人にあんま思われても、あ、そうかもしれないね、何も思わないかもしれない。あ、褒められても、だから受けようが滑ろうが別に関係ねえかも。ああ、なるほどね。え、ランジャタイさんのネタおもろくないっていう人のことはどう思うんですか。あ、でもそれも全然なんか笑っちゃうと思う、俺も。そうだよなみたいなのがあるし。全然あるわ。ランジャタイさんのネタめっちゃ好きなやつはめっちゃ可愛いですか。一緒かもしれない、案外。え、何それ、変わんないかもしれない、本当に。不思議っすね。昔はね、滑ってる時めっちゃ楽しかったもんね、なんか。そうそう。あ、ムカつかないんですか、自分らのことをおもろいって思わないやつ。ムカつかない、全然。へぇ、すごい。それすごいな。あんまり、両極端かもしれないね。その、めっちゃ面白いと思ってくれてる人にも、うん、案外何の感情もないかもしれない。それなんで。それ不思議っすね。不思議かもしれないね。確かに。あ、笑ってくれたら嬉しいけど、うんうん、笑ってくれなくても別にいいんすね。全然いいかもしれない。あ、だから天才なんじゃないか、そっちの方が。そうかもかね。ニオがどうな、その何クソみたいな。俺らはやっぱ自分らのこと思んないっていうやつめっちゃムカつきます、ね。いや、マジでセンスいいなと思います。本当にセンスない。下だと思う、普通に。ランジャタイさんのことを面白くないと思ってるのめちゃくちゃセンス、めっちゃセンスじゃないと思います。あー、そうか。あ、他人はあるけどね。それこそニューヨークのこと面白くないって。まあね、それはムカつきはしないけど、うん、って感じですか。なんか、まあ、それもうしょうがない、もう12年くらいやってると、もちろんしょうがないしょうがないっていうのは分かるっていう気持ちもあるんですけど、うん、あ、センスはない。でも絶対なんかランジャタイさんの方がなんか才、なんか天才っぽかったな。うん、そうだね。昔だから長野さんが、うん、地下劇場でやって滑りまくって、長野さん、はい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 、ネタやめて、はい、お客さんに怒ってたことあったよ。うん、はい、センスないみたいな。なるほど。はい、面白くない。はい、センスない。はい、俺より面白くないみたいな。なるほど。え、じゃあ逆に、M1 とか大事な時に何のネタやるかとかって結構、もう、あんまよう分からんすか。全然分からん。ああ、うんうん。それはなんか俺もちょっと、そんな感じなんやな。ガチガチ、ニューヨークは別にガンっていく。M1 ってなって、はい、これなら勝てるとか、これ、あ、いや、あんま分からないです。俺はもう分かんないです。まあだから最下位。お互い。俺なんでそんな最下位？俺なんでそういうやつ？あれおかしくない？あれおかしいよ。おかしいですね。あれ最下位じゃないですね。ランジャタイ。あれそうな。でもなんだろう、だからこんくらいやってるから分かっちゃったんですよね。でも、あ、点数低いんだろうなって。あ、ランジャタイさん出たが。あ、めっちゃおもろかったですけど。それが、あ、もう腹立ちますよね。でも腹立たへんね、多分。そうですよね。え、あれ、その、結婚の、あるじゃない、コント、うん、結婚式のコントで、あれ、やっぱここ、なんかあった、あれ、その、ここ、ガムテープであれは、マジで、モデルがいるんですよ。あれ、ほんとまんま、モデルをただまんまやるただけのコントなんですけど、だからその、モデルの人が目細いんで、うん、僕が腹立ってで、これって冷静に考えたらその意味わかんないじゃないですか。いや、それもおもろくて、それもおもろいですよね。そこ意味わかんないじゃないですか。それも面白いな。で、透明のセロハンずっと貼ってたんですけど、俺のおかんが肌色の方がおもろいみたいな LINE も来てて、いや、おもろかった。で、こっちでも肌色ってなってて、おかんとの意見もガチしたんで、本番もう肌色。いや、めちゃくちゃ面白かった、あれ。肌色の方がおもろいじゃないですか。肌色の細い目から、そのでもそれじゃやっぱこと賞レースにおいてはやっぱ1点も変わらないです。そこではあ、そうか、おもろいなかなと思った。でもそうなってくると M1 次一回決勝出てかましたじゃないですか、ある意味ランジャタイさんは。はいはいはい、はい、あ、でももう次ラストっすか。次ラストイヤーなのよ。じゃあ、まあまだまだなんかやりたいことありますもんね、そのいろんな意味でね。そうそうそう、だここだけの話、同じのやりたいの。うわ、なるほどね。同じね。なるほどね。めっちゃ俺らももう一回思ってない、一回出てわざとずっと黙るから。その方がいいんじゃないか。ああ、飛んだふりして。飛んだふりして。飛んだと思われて終わる。続きは YouTube でって言った方が YouTube 伸びるんじゃないかとか。とりあえずその かましたいみたいな。そう、だから俺らは、俺山添さんともそんな話したんすけど、やっぱかましたいが強いと思うんすよ、うん、で勝ち負けが、うん、
すごく本当に冷めること言うとあんま興味がないまで言うとあれなんですけど、うん、A 点数取るために頑張るってなんか多分脳みそのつやがあんま得意じゃないじゃないですか。あ、そうだと思う、うん、だからでもランデさんはラストイヤーやし、うん、確かにね、うん、まだまだなんかかましたいっすよね、うん、なんかね、うん、なんかやりたいよね、なんかやりたいよ、うん、いろんなこと、はい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 、確かに、うん、本当はあの廊下で終わる予定だったんで、あ、マジでそうだったの決勝の言ってましたよね、俺ほんとトレンディエンジェルさんで終わろうと思ったのまず呼ばれても立たなかったしねそうそうそう、あれだ、そのスタジオまで入らないってボケを、そうそれはね、あの、ダメですよそれはダメかも、それダメか、でも俺らもダメやけど、わざと飛ばすとかは、うん、確かにだってそれってもう次呼ばれないじゃないですか干されるまであるんで、そ干されるで、それで伊藤さんに相談するんですか。いや、しないしない、もう急に、ああ、急に、なるほどね、キリギリの我慢できなくなっちゃって、その、もう動かないから、動かないとしょうがないからバーッと押して、でも伊藤さんって熱いじゃないですか、実は熱い、めっちゃ M1 に対してもちろん、その僕思い出して、伊藤さん高円寺でお会いしたの覚えてます。覚えてる覚えてる、高円寺で飲まれてたんだよ、伊藤さんがスーパーサンスケさんと、 あとピロちゃんみたいな、うん、俺も誰かとすれ違って、あーっつって伊藤さんっつって、うん、3年前ぐらいですかね、うん、でも本当にこんなベタなというか熱いこと言われるのみたいな、ちょっと軽く話して軒先で、うんうん、あ、じゃあまたお願いします、あ、しますくんみたいな、決勝で会いましょう。おお、熱いな。ランジャタイ伊藤さん。ああ。こんなセリフをこんな。なるほど。ストレートに言ってくるんだ。本気で言ってるからね、俺は。ああ。すごい。だからそう、伊藤さんがまっすぐ熱い人みたいなイメージがあるんで、不愉快じゃないんですか、こういうこういう言動をされる方に対して。巨人師匠のパネル持ってきたけど、いやいや俺はまず熱いのに真逆じゃないですか、その、まあ、彼はだから自分のお笑いを見せたいだけだから、ね、もう、ああ、そうそう、伊藤さんは必死に言ってくれっていう、もう本当に動かなくて結構力強かったからね、確かにそれもおもろいやな、高橋さんで終わろうとしててみたいな、これプレーのね、あの、まあ、謎もね2番手だから行ったのよね、危なかった、そうそうそう、10番手はマジで言ってたらもうあこで終わろうとしてた、ああ、いろんな芸人の人生が左右される大会だったから、うん、やめようって、そうか、次の番手に失礼というか、そう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 、まあやりづらいですもんね、明らかに3番の10番手だったらっていうでもそれはマジで、でもほんでもありかもな、本当でもそうっすよね、バラエティーですもんね、でもありそうだね、うん、バラエティーなんだよね、今考えたら、うん、確かにね、うん、いまあね、まあまあそうだな、うん、いや、そうなんだよな、そう、なんか伊藤さんは勝ちたいんじゃないですか、俺勝ちたいよ、俺だって優勝したいもん、うん、もう本当に、ああ、そうですよね、結構ツイッターとかもね、うん、そうそうそう、熱いし、でも優勝したいって思うとなんかこう、なんて言うやろう、こうした方がいいんじゃないとか出てきません、自分らのネタに、そのまま優勝したいんだな、ああ、いや、そうですね、じゃないと意味ないとかなんか分かんないけど、全然分かんないけど、そうですね、確かに、なんとか、確かに、うん、いや、すごいな、それはすごいなニューヨークのあれ松本さんの点数はどうだった、高かったの低かったの、1回目低いです、めっちゃ低い、低いんだな、一番低かったです、84点、久しぶり見たよな、80点、あ、でもその80代前半キングオブコントのこの間のやつはあれ何点だったか覚えてないな、覚えてない、覚えてないっすわ、うん、でも高くないと思う、だって最下位なんで余裕で俺らのもあったのよね、いまだにもあるけど、もしかしたらまああれね、子供の頃からだから、うん、まっちゃんなら高いんじゃないかなって、うん、ああ一番やっぱまっちゃん低かったショックっすねショックっすね、いろいろ描いてたね、みんなが低くてまっちゃんだけ100点とか、あ、まあ、あるんじゃないかみたいな、そういうショック、確かにね、なんか難しいっすね、なんか難しいね、確かにな、いまいち説明ができひんねんな、ランジャタイさんが点数低いっていう、自分が審査員として、もうめっちゃ面白いからめっちゃ点数高くつけてまいそうっすわ、自分が審査員やった場合、うん、つけちゃうな、つけてくれる、つけちゃいますね、いける、98つけましたね、俺、え、98？ 俺だった、はい、そのまあしどうな、どうなんで低くなっちゃうんだろうな、うん、やっぱ自分ができひんことっていうのが大事なんで、その番手とかもあると思うよ、今年じゃあ一緒に出れるといいね、ほんとね、 M1 決勝、あ、いやでも俺らはもう分かんないです、正直出るか出ないか、そうなんだ、はい、キングオブコントは
まあ、それも分かんないもん。そうっすね。そうかそうか、うん、もうそうか、うん、あま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 あ、まあまあ、そんな感じです、うん、すいません、ありがとうございます。結構喋った、30分ぐらい。いや、ありがとうございます。ありがとう。いや、楽しかったっすわ。楽しかったな、はい、まだまだ喋りたいくらい。俺もっとそのフリーの芸人の現状興味ありますわ。確かにね、フリー今はでもだいぶあれになったんじゃない、まだ柔らかくなったんじゃないかな。昔はもうカレー屋の2階とか。そうね。ああ確かに確かに、すごいっすね。出たり、その時ってこれいつかこれおもろい話になりそうってちょっと思ってたんですか。いや、もう真剣にやってた。カレー屋のお客さんを笑わせようみたいな。なんか今あれどうする。テレビのあれバラエティとかどうですか。めっちゃやっぱ出られてるじゃないですか。あーでも楽しいですもん。あー、うん、あー断りはいりますね。なんかあのクイズ番組ならボケるけど大丈夫かとか、うん、あーなるほど。そのちょっとちゃんとしてる番組とかは一回確認とか、うん、食レポも食べないけど大丈夫かとか、うん、あーなるほど。そういうのはだいぶ限られますね。だいぶ限られますね。楽しくやるやつだったらそうそう、なるほどね。本当に、うん、寿司屋で全然寿司食べずにクレープばっか食べてそう、意味わかんない、意味わかんない、変な空気になって終わるし最後。それはそうです。いや、そう、やっぱ食べると信じてたプロデューサーの嫌な気持ちになって、寿司屋の人も絶対どっかで最後は食べるだろうみたいな。それは辛いっすか、ちょっとやっぱ変な空気になると。いや、それも辛くない、もう終わったから帰ろうみたいな。ちょっとだから芸術家なんやろな、もう考えが。ちょっとやらないけど大丈夫ですかって聞いてやる。あ、そう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 ですね。いきなりやったからだからテロリストにはなりたくないですもんね。そうなの、そのアーティストには多分なるんですけど。テロリストに、でも M1 はテロリストですよ、それやっちゃうと。危ないところで、それ危ないところで、よかったですよ。すげえな。あれ最後あれ話したいね。あれめっちゃおもろかったわ。そういえば。なんすか。相席食堂の、はい、滑り台。いや、だいぶ前だよ。めちゃくちゃ前ね。ずっと俺ら行ってて、あれめちゃくちゃ面白かったわ。何回かのニューヨークで持ちきりになる時期が。あ、マジっすか。あれすごかったね。英語で始まってその。あれはい、ロケ。あれもうめちゃくちゃ面白かったの。ありがとうございます、本当に嬉しいわ。あれ本当に本当に事故っちゃったんですけど。マジで。でも相席ドリームはもう今ランジャタイさんが一番今年はもうなしたよ。いやいや、もうありがたいですよ。角刈りは今だってずらずしよね。あ、やった、初めて見る。いや、すげえ。YouTube で見ないかわいい。俺と一緒の髪型。いや、確かに。まっちゃん、あとは似てる。あ、俺もじゃあ金にして。確かに、ダブルで。これまた伸ばしていくんですか。うん、伸ばすかも。あ、ちょっととりあえず伸ばしてまたどうするか分かんない。あ、うん、めっちゃでも似合ってますけどね、短いの、うん、めちゃくちゃいいですけどね。いい、まあ、みんな多分言うてると思いますけど、うん、だからほんまに自由に何でもいいから好きなことやれみたいなのが一番いいですね。楽しいかもしれません。確かに、それがいいっすよね。多分そうだな、ランジェタイさんは。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ほんまにいろいろお話しして。本日のゲスト、ニューヨークでした。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。